ポーチプロ野球チャンネル。はい、どうもです。水井です。本日は雨のジャイアンツ球場より、まずはデビュー戦が決まった又木哲平投手から。先週赤星投手が投げたね、土曜日に入ります。6月1日西武戦ベレーナドーム。ここでプロ初登板、初先発に挑みます。まあ、もともとは即戦力として期待された25歳左腕。開幕1グリーンは果たせず、ファームで先発調整してきました。放置プロ野球チャンネル的にも、予想の段階で開幕ローテ入り、2戦目でしたかね。まあ、首脳陣の評価はそんだけ高かったということで、本人、地道にやって評価を上げて1軍で投げられるようになりたい。まあ、そんなこと言って結果を残してきました。ここまで、イースタン8試合、1勝2敗、防御率 2.75。26日の日本ハム戦、4回70球、4安打1失点。最速148キロ、5奪三振。桑田二軍監督、毎回走者を出しながらだったけど、粘り強く投げていた。テンポも良かったし、勝負球も決まるようになってきたので、いいところが増えて良さが出てきたと。どん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 評価を上げてます、また。まあ、プロの水にも慣れてね、まあ、本来の力を発揮できるようになったのでしょう。同期の西舘投手、佐々木選手、伊豆口選手。まあこの3人はすでに1軍デビュー。西舘投手とはね、まあ毎日寮で会って、まあ頑張ろうと思うきっかけにもなると。本人、どこでもいつも通りやっていけたらいいと思います。さあ中川投手、左膝痛でね、4月14日から故障班でリハビリ。かれこれ1ヶ月以上は経ってますね。今季は8試合に登板して0勝2敗、防御率 9.00。まあなかなか数字は残せなかったんですが、まあ全ては左膝痛の影響でした。で、阿部監督と話して、しっかりと直してこようと。5月に入ってからブルペンでこうやってね、捕手を座らせて投げてます。で、バランスとか、球のスピード、軌道、球の回転、見ながら、修正中。そして、守護神大勢投手。右肩違和感、同じく故障犯。で、最近になって、傾斜での投球練習を再開してます。今月4日に出場選手登録を抹消されてから、まあ、遠投とかで調整してきましたが、26日ですかね、ジャイアンツ球場で行われた練習で、故障後初めて傾斜での投球練習。まあ、こうやって立った捕手の、まあ、相手に10球くらいですかね。で、この日は、さらに力を入れて、受けたブルペン捕手も、今までで一番強い球を投げていましたよと。ここから球数を上げて強度を上げていきます。まあこのね、8回9回の2人、中川大成リレー、これが実現しないことには投手陣は完成とは言わないでしょう。まあ阿部監督の言う勝負の9月、まあセプテンバーには揃っていてほしい。まあリリーフ陣ね、バルデナード投手を中心にとても層が厚いんですが、まあ、彼らがバテる前に戻ってきてもらわないと。まあ、バテたら入れ替わるぐらいの勢いで。ねえ、この二人がファームにいる。本当に層が厚い。横川投手。二軍でね、ちょっと結果を残せず、三軍で最近投げたりと。しっかりと自分を見つめ直して、もう一度、一軍の舞台で、まあ、横川投手はね、頭のいいピッチャーで、しっかりと自分を追い込んで、いろんなことを考えられる投手、そしてポジティブな選手なんでね。さてさて、あの人は今、浅野選手、
なかなか気合の入った髪型ですね。似合ってます。5月14日イースタン楽天戦で大暴れ。2号満塁ホームラン含む2安打6打点、2回2アウト満塁でしたがね、ワンストライクから高めに入った変化球を捉えてレフトスタンドへ。まあ、変化球を待って直球を仕留めるか、まあ、ファールにするか、まあ、そんな待ち方の変化、まあ、そんなこと話してましたんで、徐々に板についてきたのでしょう。桑谷軍監督、いつもやられるときは低めのボール球を振っていたけど、今日は低めの球を我慢して甘い球を仕留めた。持っているものはすごいから、こうして絞っていくとより結果が出やすくなるんじゃないかな。秋広選手、5月26日に1号ツーランファームですね。1号かいって突っ込みたくなる遅さ、こんなことではあかんです。高橋由伸さんが心配してます。やはり彼の長打力は1軍に必要ですと。1軍では19打数4安打、打率2割1分1厘とアピールできず、20日に抹消されたばっかり。そして高知プロ野球チャンネルのファンの方は大好き、ティマ選手。今ね、ヘルナンデス選手、ウレーナ選手が、まあ、野手では1軍いますが、ティマ選手を押す声が多いんです。でもですね、1軍でやるにはまだまだ経験不足。今年1年は桑田監督のもとで勉強してもらって、来年から勝負をかけてもらいたい。7月20日、姫路、プロ野球フレッシュオールスターゲーム2024に推薦されたようですね。はい。ぐんぐん良くなっているようなんで追いかけます。ありがとうございました。